皆さんこんにちは、リンリンです。今日は新宿の伊勢丹に来てます。今回の Vlog 英語で喋ってしまいましたので、ボイスオーバーで失礼します。今日は伊勢丹でファンチーキサンリオキャラクターズっていうイベントがあって、その中に友達のブランドのエトワール・エ・グリオットっていうブランドも展示してて遊びに来ました。そして今回私も一応イメージモデルもさせていただいたので、どんな感じになったのか気になっててちょっとだけ見に行きたいと思います。今日は友達のボンちゃんとマネージャーさんのメグと一緒に来てるよ。あとポチャコも会えるって噂で聞いてるよ。楽しみ。ポチャコ、Let's go then. Oh my gosh. お、いた。ここも。ここ撮ってくれてる。There it is. すごい。このファンチーサンリオキャラクターズというイベントは、サンリオキャラクターズと話題のブランドのコラボイベントで、今年で4回目になります。そして今回のテーマはザ・キューピッド・ダイナで、サンリオキャラクターとアメリカンダイナのレトロな世界観にバレンタインをミックスしたそうです。ハロー、千尋さん、今回ありがとうございます。のテーブルにもちょっと見に来ました。いろいろ千尋さんに聞いて、こちらのシャツはキャラクターが目立ちすぎないで普通に普段でも可愛く着れるようなデザインをしました。そして袖にキャラクターが違うの、一応広告の時にもこちらのシャツも着ました。そしてここのポチャコの洋服もデザインしてて羽もついてるよ。チャコシェイキーも持っててめっちゃ可愛い。そして今回サンリオキャラクターみんなダイナっぽく千尋さんが描いてみました。もうすごい可愛いこのダイナとバレンタインの組み合わせ。ハロー、ハロー、今日もすごい可愛い。ありがとう。ポップアップすごいね。頑張りました、めっちゃ可愛い。頑張って。はい。ここも原宿で人気なカフェのカロラインダイナとスペシャルコラボレーションカフェがあります。特別のメニューでハローキティキューピッドパンケーキとポチャコの Be My Ice Cream Soda を注文できます。皆さん一緒に遊びに来てくれてありがとうございました。みんなどう思いました？なんか欲しいものあったの？
私的にはエトワール・エグリオットとポチャッコのコラボぬいぐるみが欲しくて可愛かったです。そのシェイキが持っているところはすっごい可愛くてたまらないの。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。